日を学んで未来を目指す時系画面 .com グループプレゼンツ夢はここから明けましておめでとうございます大神泉ですさあ新年も夢に向かってスタートしたティーンエイジャーたち私たち応援していきますさあ新年最初の夢を受け人はこちら大阪スクールオブミュージック高等専修学校にいます 早速学校に入っていきましょう。練習をしてらっしゃる。うん、かっこいい。お邪魔します。<laughs> かっこいい。なんかすごいキレキレのダンス。お名前お願いします。はい、大森ここなです。 コこなんす。はい、もうここで、じゃあ、あの二年以上、勉強してて。はい、ダンスはもう、今、始まったんじゃないですよね。ずいぶん前からですよね。<laughs> この年季は。そうですね、えー。幼稚園の年長さんから、やってます。えー、そんなに、はい、他になんか、ちょっとこう、できるダンスとかってないですか。あ、なだろう。ジャズとか。ジャズダンス。綺麗系。<laughs> じゃ、ちょっと綺麗系を見せてもらいましょうか。あきれい,系いきます。うん だね。そうですか、ね。やっぱダンスってそれぞれ違うんですね。<laughs> はい。動きも違うし。そでえでもそれはここで全部勉強したんですか。はい。高知系もこの学校に来てから初めて習いました。そうなんだ。はい。じゃあそのあたりをちょっと伺いたいと思います。はい。お願いします。お願いします。改めまして今日の夢を抱きい人をご紹介します。この方です。明けましておめでとうございます。 大阪スクールオブミュージック高等専修学校 K-pop コース K-pop ダンス専攻で勉強している大森ココナです。大森さん、はい。あの心の虹って書くココナちゃん、ココナちゃん。そうです。誰がつけたんですか？いや、お母さんとお父さんがつけてくれました。へー。はい。心の虹。はい。一度聞くと忘れられない素敵な名前ですね。出身はどちらなんですか？滋賀県です。あ、滋賀県。はい。 滋賀県ということはここまで通ってきてるはいは<っ>毎日通ってます何時間かかるんですか二時間半かかりますえぇ、ー、片道はいそれで <laughs> ここの勉強はい大変だけど楽しい <laughs> めっちゃ楽しいです <laughs> うもうめっちゃ楽しいですもともとここに入ろうと思ったきっかけは何だったんですかきっかけは今あの言ったんですけど K-POP コースに入ってて、うん まず K-POP アーティストさんを見出してからその,て言うのダンスの見せ方とか一人一人の個性があってめっちゃ素敵やなと思ってそういう人たちに憧れて自分もアーティストとかアイドルになりたいなと思って、うん、この学校に来ましたダンスはもともとやってたんですかはい、幼稚園の年長さん5歳からやってましたところからもうダンスは始めてたんだ、はい、そうね、もうめっちゃ大好きでちっちゃい時から 例えば今どういうい授業を取ってるんですかどういう授業幼稚園の頃から習ってたダンスがフリースタイルっていうもういろんなジャンルのやつをやってたんですけどそこでは経験してないバレエとか、うん、バレエか、うん、バレエとかそうですねそっちのなんかきれい系に踊るジャンルっていうのをこの高校で初めて体験できて。うん、あ今までのようなこうものではなく、はい、ちょっとこうクラシックな感じとか、はい。 他にはどんなジャンルの他あれがありますか、ね？騒音プロジェクトっていうやっぱりアイドルになるためにたくさんの知識を学べるプロジェクトがあって、うんうん、そこでもうたくさんダンスの見せ方も自分の見せ方 <laughs> スタイルを研究していったりしてますね、うん、学校でやること以外に実際にこうイベントとか、はい、えっと舞台みたいなこともやってらっしゃるんですか？はいいつもあの騒音プロジェクトっていうプロジェクトで あの放課後ライブっていう毎月開演されてる、うん、<laughs> そのライブがあってそこでいつも歌って踊ってあじゃあお客さんを前にはいライブしてますじゃあもう本当に生きたお客さんの反応とかが、はい、こう来るときにどうですかその中で踊ったりでもほんまに幸せ感じますなんかもうやりがい <laughs> やりがい、はい、楽しいです <laughs> じゃあもう2時間以上かけてはい やってきてきも、はい、もうそののお客さんの前でやっっった後にには、もう疲れが吹吹飛飛ままびす。もうなんかやっぱり毎日毎日そのライブにのために1ヶ月間、うん、毎日毎日2時間かけて来てって、うん、ほんまにしんどくなる日もあってもう,うわーってなる時もあるけどうん、うん、やっぱり周りにソーンプロジェクトっていうプロジェクトの仲間たちがいて支え合って、うん、みんな 違う夢やけど、うん、夢を追いかけてるかっこいい仲間たちと頑張れるっていうプロジェクトで頑張れます <laughs>。<laughs> はい。いろんなダンスの授業を取ってらっしゃると思うんですけど、はいはい、この授業が楽しいっていう一番好きな授業なんですか。がワックっていうジャンルのダンスがあるんですけど。ワックはい。ワックダンワックっていうジャンルの,いのはい。<ー>えどんなどんな感じで,や,るんですかやっちゃいますね。 はい。それはこの学校で出会った人の中でこうあこの先生に出会えてよかったっていう先生いますか？竹内先生です。竹内先生。はい。竹富先生にもお話を伺ってみましょう。はい。先生お願いいたします。よろしくお願いします。先生はどんな風に見てらっしゃるんですか今まで？本当に。 ココナにあの頼んだら絶対大丈夫だしココナに、うん、例えば悩んでる後輩の子とかがいたらココナに聞いたら大丈夫だしとかすごいんです <laughs> こんな感じなんですけど <laughs> おいおいすごいなんか信頼されてるぞこんな感じなんですけどパフォーマンスになると一変します、うん、それはもう本当にあのダンサーとしてはすごいものを持ってると思います。 目が離せなくなくると思いますこれから、はいまあ、卒業された後に、はい、あのココ心さんがどういう人になってほしいとかこういう、はい、あのアーティストになってほしいっていうのはありますかステージの上で生き様を多分見せ続けられる人だと思うのでいろんな人とのきっかけになれる人だったり本当に心の虹って,ってココナですから、うん、いろんな人に虹をかけてつないでいけるような人に なっていてもらえたらなと思ってます先生熱い熱 <laughs> いんですココナは、ね、本当に <laughs>、はい、でもこういう先生がこう見てくださる学校って本当に楽しいというかこう安心して学校通ってこれる <laughs>、はい、ほんまにもう熱々です々先生も仲間もみんな先生ありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれでは最後に伺います大森ココナさん 10年後の未来の自分に送る言葉は何ですか好きなことでかっこよく楽しく生きてますか自分が好きなこと楽しいことを人に届けて勇気を与えられるようなアーティストやアイドルになってかっこよく生きて ください。<laughs> <laughs> でも何かココナさんみたいなアーティストがいたら <laughs> こういう人に励まされたいもんなんか,んかそんな気がしました。良 <laughs> かったです。<laughs> <laughs> ぜひ頑張ってくださいね。<laughs> はい、頑張ります。今日の夢を起き人は大阪スクールオブミュージック高等専修学校 K-POP コース K-POP ダンス専攻で勉強している大森ココナさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。